皆さん、こんにちは。改善活動に必要な情報のすべてはここに、改善ベースです。この講義は、基本を学ぶ、ヒューマンエラー防止の基礎講座です。ヒューマンエラーは、個人の問題から発生するものだけでなく、人間工学の視点、組織の問題など、様々な要因から発生します。人間は、どのようなメカニズムでエラーを発生させてしまうのか、どのような対策を行ったらよいのかなど、正しい認識を持ち、ヒューマンエラー撲滅を目指していきましょう。まずは、この講座の狙いを確認しましょう。ヒューマンエラーは、搾取、搾聴、勘違い、心理的な側面などから発生するものがたくさんあります。この講座では、このような人間の特性をしっかり取り返し、ヒューマンエラーをゼロに近づけるためにはどうしたらよいかを説明します。優先順位は安全、品質、納期、生産性の順番であることはあらゆる会社で普遍です。ただし一方で生産性を上げるとエラーやミスが増えるわけではありません。生産性を上げながら安全、品質、納期のレベルも上げる、そのための基礎知識と実践方法を学習していきましょう。目次です。第1章、ヒューマンエラーとは。第2章、過去に発生した大事故から学ぶ。第3章、ヒューマンエラーはなぜ減らないのか。1章から3章では、ヒューマンエラーとは一体何なのか、なぜ起きてしまうのかについて、過去にヒューマンエラーにより発生した大事故の事例を交えて説明します。第4章、人間工学的要因によるヒューマンエラーと防止策。第5章、産業心理学的要因によるヒューマンエラーと防止策。第6章、システム的要因によるヒューマンエラーと防止策。4章から6章では、人間工学、産業心理学、システムという視点から、どのようにヒューマンエラーを防止していくべきかを学びます。以上の全6章で講義を進めていきます。では、早速講義に入りましょう。まずは、第1章、ヒューマンエラーとは、について説明を始めましょう。第1章では、3つの項目を説明します。1、ヒューマンエラーの定義と考え方。2、人間が持つ基本特性。3、ヒューマンエラーの要因と3つの防止フェーズ。まずはじめに、ヒューマンエラーの定義と考え方を押さえましょう。まず、ヒューマンエラーを定義する前に、そもそも安全とは何かを明確にしないといけません。実は、少し意外に感じるかもしれませんが、完全な安全というものは存在しません。存在するのは、許容できるリスクレベルに対して、危険が十分に小さい状態です。しかも、この危険の状態は日々刻々と変動します。イメージ図で見てみましょう。あるシステム X が許容できるリスクレベルが青の点線であると仮定しましょう。その時、危険がピンクの実線の状態で変動しているとします。この状態は許容できるリスクに対して危険が十分に小さい状態のため安全な状態といえます。一方で、システム Y が許容できるリスクレベルが、この青の点線の場合を見てみましょう。この時は、危険が全く同じだったとしても、許容できるリスクに対しては大きい状態であり、安全ではないということになります。このように、絶対的な安全というのは、存在しません。システムが許容できるリスクレベルと危険状態の関係から、安全レベルは決まってくるのです。では、ヒューマンエラーの定義です。ヒューマンエラーとは、システムによって決められた許容限界を超える人間行動の集合と定義されています。ヒューマンエラーは、すべきことが決まっているときに、すべきことをしないとき、あるいは、すべきでないことをすることで発生します。イメージ図で描くと、このようになります。本来すべきことと、実際にしたことのギャップ、ミスマッチがヒューマンエラー、
失敗、ミスとなります。また、人間の行動、例えば作業制度にもばらつきがあり、このばらつきがシステムの許容範囲を超えてしまってもヒューマンエラーとなります。なお、ヒューマンエラー撲滅の方策は大きく2つしかありません。それは、システムの許容範囲を広げる対策を行うことと、作業制度のばらつきを小さくすることです。次に、人間が持つ基本特性について確認していきましょう。人間は、カタカナの人、漢字の人、そして人間という3つの側面を持っています。カタカナの人は、生物としての人のことで、強度的に大きな機能を持っていません。漢字の人は、心を持った個人で、知恵や記憶力を持ち、義理人情で生きる動物のことです。そして人間は、本音と建前を使い分ける、社会的存在のことです。このような人間は、ヒューマンエラーを起こす、いろいろな特性を持っています。人間の記憶はいい加減です。人間は、時には省略や手抜きをします。人間は思い込みをします。人間は自分が見たいものだけしか見えないことがあります。その他にも、いろいろな弱い面があります。確認していきましょう。例えば、人は間違えることがあります。忘れることがあります。思い込みをすることがあります。気がつかないことがあります。ついうっかりがあります。先を急ぐことがあります。感情に走ることがあります。一つしか見えないこと、一つしか考えられないことがあります。不注意の瞬間があります。時には横着をする時があります。人の見ていない時に違反をすることがあります。状況によってはパニックになることがあります。ヒューマンエラーを理解するためには、まずはこの人間の弱い特性をそのまま受け入れることが必要です。そしてこれらのことを十分に認識した上で、ヒューマンエラーというものを考えていかない限り、いつまでたっても精神論の議論から抜け出すことはできません。ここで人間の便利すぎる機能を知るためにこの文章を読んでみてください。少しおかしい部分がありますが、じっくりとではなく流し読みをしてみましょう。いかがでしょうか。意味を理解することができましたか。おそらくほとんどの方はちゃんと読めて意味も理解できたと思います。正しい文章はこちらです。このように人間の脳には文字が入れ替わっていても過去の経験や記憶から意味を理解できるという便利な機能が備わっています。しかし、この間違った文章の意味が理解できてしまうことは、逆に誤った解釈をしてしまうことがたまに発生することを意味しています。人間は融通が利きすぎることが思わぬエラーを引き起こす可能性があるということもしっかりと覚えておきましょう。では次に、ヒューマンエラーの要因と3つの防止フェーズについて確認しましょう。まずは、ヒューマンエラーの発生要因を3つの視点から捉えていくことが必要です。1つ目は、人間工学的側面からのヒューマンエラーの発生要因です。状況認識、判断、決定、作業姿勢、覚醒度、記憶力、身体特性、作詞、加齢などがヒューマンエラーの発生要因になるのです。2つ目は、産業心理学的側面からのヒューマンエラーの発生要因です。焦り、怒り、不安、おごり、疲れ、思い込み、不慣れ、危険軽視、集団心理、注意散漫、ストレス、パニックにより発生するヒューマンエラーです。3つ目は、
システム的側面からのヒューマンエラーの発生要因です。作業方法、作業指示、作業手順書、教育訓練、引き継ぎ方法、無理無駄な計画、ほうれん草など日頃の業務の中の問題点から発生するヒューマンエラーです。このようにヒューマンエラーは様々な視点の要因から発生します。個人を責めるだけでは対策は見えてこないのです。次にヒューマンエラーの防止対策のフェーズを確認していきましょう。先ほど説明した人間工学的要因、産業心理学的要因、システム的要因の3つの視点から発生するヒューマンエラーへの防止対策がフェーズ1です。発生ポテンシャルの減少対策となります。詳細は4章から6章で説明します。もし防止できずにヒューマンエラーが発生してしまった際には、品質事故や労働災害につながってしまいます。そうならないようにフェールセーフ、フールプルーフ化によって防ぐことがヒューマンエラー防止のフェーズ2です。フェールセーフの代表例はポカヨケです。そしてもし残念ながら品質事故や災害につながってしまった場合には事件へ発展します。この時に損害を最小限にするために行うのが危機管理対策、リスクマネジメントで、これがフェーズ3となります。なお本基礎講座の学習範囲はフェーズ1となります。最後に第1章のまとめです。まず安全とはどういう状態のことでしょうか。安全は許容できるリスクレベルに対して危険が十分に小さい状態のことです。次にヒューマンエラーをなくすために人間のどんな特性を受け入れる必要があるでしょうか。それは人間の弱い特性です。これを受け入れなければヒューマンエラーは減らすことができません。最後にヒューマンエラーはどんな要因から発生するでしょうか。それは人間工学的要因、産業心理学的要因、システム的要因の3つです。人を責めるだけではなく、これらの3つの視点からヒューマンエラーを減らすアプローチをしていくことが非常に大切です。以上でヒューマンエラー防止の基礎講座第1章ヒューマンエラーとはの講義を終わります。第2章は過去に発生した大事故からヒューマンエラーを学んでいきます。この講座があなたの今後の活動に役立つことを心から願っています。引き続き第2章の講義もぜひご覧ください。